リコタイガです。皆さんこんにちは。はい、実は初外国人初コスプレイヤーは一日市長になりました。すごい、見てください。これはすごい。これがね、コスプレイヤー持ったことはないことなんですよね。まあ、詳しく説明すると、はいはい、高知県の香美市で、写真集の撮影をされたんですね。そうです。で、その写真集を撮影するので、まあ、その高知県香美市の、まあ、観光地の、あの、はい、その有名な観光地ですね、はい、そうです。を使って写真集をこう作ったっていうことで、まあ、あの観光の PR にすごく、あの、貢献したっていうことで一日市長に就任されたということですね。そうです。おめでとうございます。イエーイ、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。で、さらに市長就任式っていうのはもうその当時高知でされてきたんですよね。はい、そうです。いろんな場所を回って高知県っていうか香美市の良さをいろんな日本人とか世界中の方に伝えたいなと思って、今までレイヤーさんがまだ撮ってないことを撮ろうと思って、私本当エルフが大好きだから、なんでエルフとかになったの理由は、実はカーバーっていうか、その写真集のカーバーになるのイラストはもう広角もうお知らせもしたなんですけど、すっごい有名な方なんですよ。すっごい有名な方で、実はエルフと関係あるんですよ。その先生の陰で多分エルフ、日本でエルフの文化が流行ったと思うので、先生はあの高知県に生まれたから、まあ、高知県になんかもっとアニメとかね、関係になってほしいなと思って、こういうレジェンドがそちらの生まれた町だったから、なんか何ができないかなって思って、あのちょっと会社と一緒にちょっと力を組んで、そういう PR をさせていただきました。まあ未来的になんかいろいろ香美市に何か作りたいなと思って、今いろんなところに動いてます。だからほとんどね、今最近ちょっとバタバタで行ってないんですけど、ほとんど2ヶ月3ヶ月なんかに必ず高知県がね1回に行ってますので、まあ、これからねちょっと活動も増えると思いますので、ぜひ皆さん SNS の方にチェックしてみてください。で、高知県にちょっと撮ってた映像とかもねあるので、ぜひちょっとご覧ください。ご覧ください。今は高知県の今かりに、いやー、わ、いいですね、この空気、うん、綺麗、フレッシュフレッシュフレッシュ、うん、いやー、3日間あっという間だった一日市長、お疲れ様です。このね、一日市長でいいのかと思って、まさか人生でこういうことだけできるなんて本当に信じられなかったぐらいんですよ。いや、ちょっとね、人生面白いなってだんだんになってきてますので、これから活動もどうになるのかを楽しみに待ってます。で、今はアンパンマンのところで見に行ってますので、
すごいヤフーニュースとかにも出たし、インタビューとかもされたし、本当あの政治の方にしか入れない部屋とかあるんじゃないですか。そちらにのちょっとスピーチをさせていただいたので、すっごい今まで一番緊張してたんですよ。一番緊張しててちょっと下手な日本語で喋ってしまった気がしてたんですが、みんな周りがすごく優しくて、まあ、役所の方とかもねすごく褒めてくれて本当にありがとうございます。もうこれから頑張りたいと思うし、今までの大切な思い出になるので、本当に高知県香美市ありがとうございます。これからよろしくお願いいたします。はい、写真集の発売はねこれから発表すると思いますので、本当綺麗で、メジャー写真集といえばちょっと初めてぐらいんじゃないかなって思うんですね。だから写真がね今まで撮ってたの中だとちょっとスタイルがねまた違うと思いますし、本当異世界からみたいな着てるのエルフな感じなので、ぜひ皆さん見てほしいなって思います。よろしくお願いします。この動画を好きだったらいいねをボタンして、コメントとかもお待ちしてます。あと一日新書というのはあんまり言うらしくはないんですけど、私はファンクラブとかも普通のコスプレイヤーとかも活動もしてますので、ぜひこちらの欄の下にチェックしてみてください。よろしくお願いします。応援ください。よろしく。チャオ。アリベデルチー。